はい、今回のテーマとしては試合に有利に立つための相手に読ませないフォアロングサーブの出し方のポイントについて解説をしていきたいと思います。1試合を通してサーブを効果的に効かせるために相手のフォア側に速いロングサーブを出すことは、とても有効的なんですよ。ただそのフォアロングサーブもただ出すだけになると相手に読まれて強くレシーブされる恐れもありますので、いかにして相手に読ませないか、でそのサーブをしっかり用いることができれば相手はずっとそこを警戒しないといけないので別のコースのサーブも効くようになってくるんですね。サービスエースの確率も、すごく高いサーブだと思っていて、習得していただいて損はないサーブだと思っております。ぜひ最後までご視聴ください。ではやっていきましょう。はい、相手に読まれないフォアロングサーブを出すために意識していただきたいポイントの一つ目としては体の向きです。体の向きをフォア側に向けないということですね。相手がよく判断するのって、打ち方とかもあるんですけど、やはり体の向きが初めになってくると思っています。体の向きがバックに向いていたらやはりバックが出すことが多いですし、フォア側に向いていればフォア側にサーブが飛んでくるやろうなという読みを作ることが多いんですね。特にフォアロングサーブって初めは入れなあかんと思い込みすぎてそのサーブの方向に体を向けてしまうことが多いんですよね。そうなってしまうといくら速いサーブを出しても相手に当たってしまうことがあるので、極力フォア側に体を向けずにサーブを出すことを意識しましょう。そして理想としてはバック前にサーブを出すような素振りからフォア側にロングサーブを出すことができればより相手を騙すことができると思っています。対角線ですよね。バック側に普段どういった形でサーブを出しているかをしっかり研究してもらって、その体の向き、体の形でフォア側にロングサーブを出すことができれば相手の逆を突くこともできますし、サービスエースの確率も上がってくるかなと思います。その時に注意したいのがインパクトの瞬間ですね。しっかり体の向きを揃えてるんですけど、インパクトをする前に体がフォア側に向いてしまったらそれは元も子もない。で、確かにサーブを出した後は正面に戻るっていう、体勢作りはしないといけないんですけど、それはしっかりサーブを出した後に行うようにしていただきたいです。これが間違えてしまうと体の向きを揃えて騙してるつもりでも直前に体が動いてしまっているから相手からしか判断しやすいサーブになってしまうので、注意していただきたいポイントですね。2つ目としてはサーブのバックスイングを相手に見せないということです。バックスイングを揃えるというのも全然ありな手段ではあるんですけど、それはちょっと難しいですよね。あるあるとしてはロングサーブはバックスイングが大きくなってショートサーブはバックスイングが小さくなる。そうなると長短の判断がされやすくなってくるんで、極力バックスイングは揃える。ただ揃えることが難しいのであればバックスイングを初めから相手に見せなかったらいいんですよね。インパクトは相手に見せないといけないんですけど、バックスイングが相手に隠れていても問題はないので、体の後ろぐらいでバックスイングを取って当たる瞬間だけ相手に見せる、そういった形を作ってもらうと、長短の分かりづらさを作ることができます。私のおすすめとしては構えからある程度ラケットを下げて相手に見せないようにしてバックスイングを取ってもらった方がより分かりづらくなるかなと思います。回転の出し分けをするときであったり長短の変化をつけるときにラケットの構え方も変わってしまう方っていらっしゃると思うので、そういったところでの相手の判断材料を、少しでも減らすためにも構えからラケットを下げることはすごい有効的だと考えております。3つ目としては打球ポイントを揃えてもらうという、これはちょっと難しいお話になってくるんですけど、レベルが上がればフォアロングを判断されるポイントっていうのは打球ポイントにもなってくるんですよね。打球ポイントが体からちょっと離れた方がフォア側のロングサーブで出しやすいんですよ。でそれに甘えてサーブを出してしまうと相手に読まれてしまいます。なのでフォア側のロングサーブを出すときも極力体に近いところで出してもらった方がいいです。バック前にサーブを出すときにインパクト位置が体から離れている方って正直少ないんですよ。どっちかというと近くで出している方が多くて、バック前は近く、フォアロングは離れたところってなってしまうと相手からしたら読みやすいサーブになってしまう。
しまうので、この自分の打球するポイントを常に近くに行ってあげる。そうすることで相手を騙してフォアロングを出すことができるようになってきます。でこの時に注意してもらいたいのが、体があまり覆いかぶさらないようです。体が覆いかぶさってしまうと、インパクトが見えづらくなるっていうのもあるんですけど、単純に出しづらいです。フォア側のロングサーブというのはやはり距離も短いですし、あまりにも窮屈すぎるところでボールをインパクトしてしまうと、なかなかコントロールができなくなってくるんで、ある程度背中はまっすぐの状態を意識して、そのまま出してもらった方が、ラケットをスイングする空間が作れるので、やりやすいかなと感じております。特にバック前に出すときに体が覆いかぶさって、こういった出し方をしている方って多いと思うんで、そうなってしまうと、バック側にしかサーブが出せなくなってきて、フォアロングを出したつもりでも、ミドル側に行ってしまう恐れもあるので、この打つ時の体勢作りをしっかり意識して打球ポイントを揃えるようにしてもらうとやりやすいかなと思います。そしてこのサーブを練習する上で一番大事にしていただきたいことについてお話ししていきます。その一番大事にしていただきたいポイントというのは、フォアロングは極力白線の近くに出してもらうということです。これ当たり前かもしれないんですけど、やはり相手を騙そうと思いすぎてしまうと、そのサーブの質よりも体の動きとかを意識すぎてしまって、実際出したフォアロングの質が低いものになってしまうことがあるんですね。でそうなってしまうと、いくら相手を騙せてもスピードのない回転のないフォアロングサーブってやはり怖さがないんで、まずはしっかりフォア側のロングサーブの質を高める、速さがまず大事ですよね。速いサーブをまず出せるようになって、そこからナックルロングであったり伸び上回転であったり回転の変化をつけてもらうといいので、このフォア側のロングサーブの質をまずしっかり高めてもらうこと、ここを第一に考えてもらうことがやはり大切になってきますね。でフォア側のロングサーブを分かりづらく出すために、おすすめの練習方法としては、まずはミドル側からサーブを出してもらうことですよね。ミドル側からサーブを出せば、距離感もバック側からに比べたらちょっと長くなるんで、コントロールもやりやすいですし、体の近くでボールを捉えるということも覚えやすくなるんですね。どうしてもバック側からだと距離が難しく狙いにくいので、入れに行こうとしすぎて体から外れてしまったりとか質が落ちてしまうことがあるので、感覚をつかむ上でまずミドルからサーブを出してもらって、こうやってフォアロング出すんや、こうやって分かりづらく出すんやっていう感覚を養ってから、だんだんバック側でサーブを出してもらうと、コツがつかみやすいかなと感じております。こうやってサーブを1試合の中で1本でも混ぜてもらうと、流れも変わりますし、他のサーブの効き具合も大きく変わりますので、ぜひ一度お試しください。ご視聴ありがとうございました。